カブル元気。皆さんこんにちは。日本元気にする YouTuber 岡本大輔です。今日もよろしくお願いします。お願いします。まあ皆さんもそろそろイメージできてきたと思いますが、今日もですね、今水くんと西谷くんに来ていただきまして、10本目のですね、ユーザーさんからの質問に答える会をやっておりますということで、まあ、これ多分ね120作ぐらいまでいくと思うんですよ。そうそう、そろそろ終わりたいなと、疲れも出てきてるなと思ってる3人です。質問読み上げていきます。船水さんに質問いたします。ゲームとは関係ありませんが、関係ない、関係ない。カプコン当時仕事中に岡本さんとキャッチボールをされていたそうですが、そりゃ岡本さんから誘われてることでしょうか。またそのキャッチボールで得たもの、思い出などお聞きできると嬉しいです。こんな質問か。これは、まあ、岡本さんに誘われてキャッチボールはしてました。そりゃそうやな。船水から岡本をキャッチボール行こうぜったらムカつくもんな。俺キムチだけやぞって。さっきの赤札堂のマンションの裏に小学校があって、うん、あったあった。校庭に忍び込んでキャッチボールしてて、勝手にね、勝手に、はい、先生に怒られると。はい、そうです。いろんなことしてましたね。あとあのビルつって裏に神社があったじゃないですか。うんうんうん。で神社の横でキャッチボールをしてて、うん、黒い窓のベンツにボールを、やさのベンツね。ボールをぶつけて誰も乗ってないと思ってボールを取りに行ったらウィーンって開いて、中からものすごい怖い人、気をつけろって言われて。路中ですよ、路中。うん、マジでびっくりしてこうパッて後ろ向いたらもうみんないなかったっていう。多分ぶつかった瞬間に僕らいないと思うんですよね。はい、でもね、ヤクザのベンチの前でキャッチボールするときは、体張って止めなきゃ。いや、あれはね、届かなかった。2メーターくらい上を。でもなんか、キャッチボールしながら話したのがいい時間帯だったの。なんかゲームの話しながらね、うん、キャッチボールして。本当にアイデアを話しながらキャッチボールするって、壁打ちするっていうと、ガチにボール投げてるっていうキャッチボールと同時にしてたからね、俺ら。運動不足解消と。勤務地が重ですよ、もう。バッティングセンターも行きましたね。あ、そうです。近所なんだからね。はい、あのバッティングセンター結構いろんな芸人さんがバイトしてたみたいですね、昔。今でも残ってますからね。新宿の歌舞伎町のバッティングセンター。ありますね。はい。くっつきがいですね。未だに伝説的なファイナルファイトですが、2作目、3作目がアーケード先発でなく、コンシューマー専用だったのには何か訳があるのでしょうか。西谷さんですかね。私もわかんないですけど、少なくとも別に2作目3作目というか続編っていう感覚で作ってはいないですよね。異色ですよね。いや、1作目はコンシューマーでしょ、すごく異色で、はい、2作目はプレイしてないんだけど、あ、主人公を変えた女の子のやつ。そうだ、ドリューサイマキが入ったんだ。だからオリジナル。あ、じゃあやっぱりそうか、続編あるんだ。だからアーケードでは作らなかった、なぜですかですよね。そうですよね、うん、なんででしょうね。ちょっとすごい忙しかったから知ってるやん俺ら。でもよく考えたら、うん、確かにファイナルファイトの続編はアーケードではなかったですけど、うん、あの手のやついっぱい作ったじゃないですか、うんうんうん、そういう意味では流行りの魂的続編なんじゃないですか。いや、上手にまとめた。間違いない。それはそう、それはそう。だからノウハウは残したですよね。と対戦格闘やっぱ作るの難しかった。でベルトスクロールアクションの方が割とこう若手のプランナーの育成用には、うん、向いてたよね。一、うん、回逆のこと言われて質問に答えたことあるよね。対戦格闘が簡単だからだって。ありました。それ絶対ないから。完全否定したんだけど、じゃあベルトスクロールアクションの方が新人の育成にどっちかというと向いてるので、うん、そっち側のラインを残しつつ、うん、対戦格闘の方に今エースのプランナーを突っ込んでたっていうのがカプコンの時代だったよね。だからまあ確かにポンちゃんが言うように、魂的続編という言葉はすごくいいかもしれない。あの当時、マーケティングの舞台っていうのが、ボワッとあって、どっかにね、うん、まあ、アメリカとかにあって、そっからの圧っていうのは、弾き返せなくてもさ、あれ作れ、これ作れ。例えば、悪く言うと、ロックマンを、ロックマンじゃなくてメガマンって呼ばれちゃいけないって言われて、メガマンになり、ロックマンの絵はアメリカで受けないからって言って、メガマンの絵になる。皆さんご存知ですか、メガマンの絵。パッケージにですね、腹の出たおっさんみたいな。わけのわからん、見たこともないような変な形をしたおじさんが、サイコガンみたいなのつけて立ってんだよね、青タイツに。あれが、こっちではこうでないと売れないんだ、みたいなこと言って、持ってきて、お前、小学生で見てもわかるぞ、どっちか可愛いか、みたいな、うん。それはお前らが日本人だからな、みたいな。もう本当にね、あの時に出世しようと思ったね。絶対にお前より上のポジションになってやると。絶対にひっくり返してやると思ったんだけど、
結果今はね、認められてますんで、ちゃんと元のデザインの方もね、そんな嫌な話もありましたよと、もう一歩行こうと。西谷さんに質問です、はい、カプコンのゲームを収録したビデオ、カプコンゲームシンドロームでストライダーヒルのプレイを担当したのは西谷さんだったと聞いております。このビデオでは音楽が実際に決まって、まあ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 、これはいいか。まずカプコンゲームシンドロームでストライダーヒルのプレイを担当したのはポンちゃんだった。はい、そうです。あ、そうなんだ。多分ポニーキャニオンから出てるやつだと思うんですけど、うんうんうん、はい、そうです。で、一般に出荷された基板と違う音、音楽だったんじゃないかって言われてる、それは本当ですか？これ覚えてない。それはどっちのこと言ってるかわかんないけど、普通に言った人ってあれ、ミスで音楽用に別に出してしまって、ずっとあの一面の曲が流れるバージョンが、ああ、そういうことか。普通のアーケードバージョンなんですよ。うん、あ、そうそう。で、もしかしたら収録の時に、あ、そうです、正常のやつに変えたのか。そうです。そう、変わってるんだけど、なんでですかって言われて。なんか嫌だったんでしょうね。あれのままは。最近だって、ストライダーヒルとかの、まあ、リバイバルで来たりするじゃないですか。今ちゃんと、正しいやつになってるんですよ。ストライダーヒルは、ストライダーヒルで、ファンがそれなりにいてる。いますよ。未だに言うたら、大きいキャラクターを使って、アクションゲームで面繰りするっていうのは、うん、なかなかに、今お前らやってくれって言われても、ステージ構成難しいじゃないですか。難しいね、なのに、結構いいアイデアを思いつきつつ、バランスを取ってたんで、あれはあれで、四ツ井くんすごいなと思ってる。すごいですよ。ね、当時においてね。異質な才能でした。あ、そうですね。キャンバサーとしてみてじゃないです。ミッチェルから出たストライダーの魂的続編ですよ。まあ、その言葉2回使われると軽なるな。知名度はそんなに正直ないんですけど、岡本さんおっしゃる通り、ストライダーのすっごい好きなファンが、お、これはまた続編だよみたいな感覚で捉えてる方が多いですよね。それで高く評価されてる才能。そうです。まあ、なかなか異質なね、才能があったって、グラミズも言ったけど、その通りで、当時における、ちょっと変わった感性、みたいなのを持ってる子で、僕は結構好きなんだよね、彼のこと。彼の作品も好きだし、感性が歪んでるところが好きだった。だってみんなと違うものを作ってくれなきゃいけないわけだから、あれはいいよね。当時にしてやっぱりどこのメーカーも嫌がってるなんかつなぎ物系あるじゃないですか、あの辺もストライダーの中で頑張ってやってましたし、まあ、ブツレンザーというとちょっと言い過ぎですけど、それに近いこともしてましたから、ちゃんと斜めとか自分落ちるとかそういう処理をちゃんとやってたんで、重力が改善してる。そうです、そういうことってやっぱりなかなか当時の技術ではね、難しいことやってたんで、だいぶ難しいことしてる。はい、プログラムさんすごいな、その当時からね、限られたハードの中でね、本当に難しいことを頑張って、絵描きとプログラマーで頑張ってくれたおかげで、プランナーが活躍できたっていう、そんな時代だよね。無茶言っても、できんのみたいな。魔界村のこの地面がこうなるのだってね、大変ですよ。大変だと思うよね、はい、当たり判定も、当たり持ってるからさ、地形の。まあ、普通に考えたら食い込むもんね。はい。ちゃんと補正してあげないと。そう、はい。ジャンプ中もあるからね、みたいな。まあそんなこう難しいことを考えながら言うと僕ら嫌になるんですけど、まあそういうゲームを当時作れたもんね。うん、そうですね。はい。と、まあまた、ヨタ話が長くなってますので、一旦ここで切らせていただきます。また会いましょう。バイバイ。